JR 東日本 E751 系電車 E751 系電車 E751 系電車は東日本旅客鉄道 JR 東日本の交流特急系電車である2000年平成12年当時特急20カリ盛岡青森函館に使用する485系電車は申請20年を超えリニューアル車。 3000番台を除けば老朽化が進行していた。当時、JR 東日本ではすでに JR 東日本管内で運用される485系の取り替えを意識した車両として、485系と同様の硬直流電車である E653 系電車が開発されていた。詳細は、当該項目も参照がコストパフォーマンスを考慮した結果、 将来の直流区間への乗り入れを想定せず、交流専用電車とすることとなり、E653 系をベースとした別形式として開発された。1999年、平成11年から2000年、平成12年に、近畿車両、東急車両製造で6両編成3本、18両が製造され、2000年、平成12年3月11日に、 森岡駅青森駅間の特急、スーパー初借り都市営業運転を開始した。以降の増備はなく、2002年、平成14年12月1日の東北新幹線、森岡駅八戸駅間開業以降は、主に特急、津軽、八戸駅青森駅、広前駅間で使用された。東北新幹線八戸駅から新青森駅間が、 延伸開業した2010年12月4日以降特急津軽は青森駅秋田駅間の運転となり本車両は前日をもって運用を一時離脱していたが2011年4月23日以降4両編成に短縮した上で再度津軽に使用されている E653 系同様アルミニウム合金の大型中空用し出し型材を用いた ダブルスキン構造により構成される、車体構造を有する。エクステリアは、道のくの四季の彩りをコンセプトとし、車体上部は白を基調に、窓上部に黄色の帯、倉下に青の細体、車体下部を主色としている。窓周りは黒塗りとし、連続窓風とされた。前頭部も E653 系同様に、非貫通の高運転台であり、 ボンネット内にアルミハニカム構造の衝撃吸収剤を設置している。また、多設地域での運行を考慮し、全商灯、HID シールドビーム、後部標識灯、LED o E653 系より高い位置に設置し、空気的、電子笛についても床上搭載としている。全商灯の下には、相性表示器が設けられており、スーパー初リに充当されていた2002年以前は、 初刈り、以降は、津軽を表示する。車体側面の行き先表示器は三色 LED 式で、行き先、相性の他号車番号を表示する。インテリアは、花やぎと大自然の風光をコンセプトに、温かみのあるデザインが施行されている。また、客室は、e、E653 系、登場時の普通車モノクラスと異なり、従来使用されていた485系。 同様搬出のグリーン客室が黒ハイ E750 型に設定された。座席は E3 系新幹線電車のものを基本とする。配置は従来運用していた485系を踏襲して横2列プラス2列であり、背面テーブル足掛け、可動式枕を装備する。モケットは、茶系統を基本に桜霞をイメージしたモケットを加えている。 二棚部は青色に、キメの柄を入れたものとしている。E653 系と共通の座面スライド式、リクライニングシートで、座席の前後間隔、シートピッチも E653 系と同一の 910mm である。これも485系電車と同一だが、座席スライド機構の採用、背面部やフレームのスリム化、座席下部の空間に足を伸ばせる構造とするなど、 居住性の向上が図られた。モケットは湖面の輝きをイメージしている。二棚下部はグリーン車同様青色としている。各客室間の仕切り扉は寒さ対策として E653 系の全面ガラスの両開きではなく中央部のみがガラスの片開きとし、加えて開閉は手をかざした時のみとするようにしている。制御方式は イベット素子を使用した3レベル PWM コンバータ、インバータ制御とし、性能面も E653 系と同等である。主電動機、電動車ユニットの構成などは E653 系と共通だが、本系列は交流専用として設計され、直流電化区間で必要な回路構成は省略された。このか、暖房容量の増強、出入り口の隙間対策、 床下配管の保護など管理対策は E653 系に必死強化された。当時海峡船内で使用されていた保安装置 ATGL 型は車両需要の関係もあり、準備のみに留められたため、青函トンネルは走行できない。以下は突起ない限り申請時の使用である。本系列では E653 系と同様、申請時点で 奇数番号の制御者が森岡型に蘇生される一方で奇数番号の中間電動車がユニットの青森型に蘇生されるため形式名が E751 と E750 の車両が交互に蘇生される中間電動車で同番のモハイ E751 型とユニットを組む室内はいずれも普通車72席である中間電動車で パンタグラフや主変換装置を搭載し、同番のモハイ E750 型とユニットを組む。室内はいずれも普通車72席である。2016年3月26日ダイヤ改正時、同日付で、青森車両センターが、森岡車両センター、青森発出所へ改組されたことに伴い、12両前車が、秋田車両センターに転属した。 2016年3月ダイヤ改正時点の運用は以下の通り、新造時点では6両編成3本、18両が青森車両センターに配置されていた。2000年平成12年3月11日の運転開始から2002年11月30日まで森岡青森間の速達型列車、スーパー初借りとして7往復に充当された。 これにより八戸青森間では一部重道列車で最高速度時速 130km での運転が開始され、森岡青森間が最速1時間58分となり、10分短縮される途中停車駅は八戸、三沢のみ。2002年12月1日から2010年12月3日までは6両編成で蘇生され、最末期は以下の列車で使用されていたが、 これらは、車両検査や故障により4 8 5系で、代走する場合があった。同系列は、申請以来全般検査、腰部検査を、郡山総合車両センターで施行しており、当初は所属の青森から、東北本線経由で入場していたが、2002年、平成14年12月1日の森岡八戸間、経営分離以降、 入出場の際は、大本線、上越本線、上越線、高崎線、武蔵野線、上磐線、田畑信号上駅経由東北本線と、直流電化の新潟地区や、首都圏を大回りする経路で EF81 型を使用した配給列車として改装していた。これは、以下の理由によるものとされている。2016年、平成28年に、秋田車両センターへ転属した後に、 本系列は、秋田総合車両センターへの入場に変更となり、この長距離階層は廃止となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。